ギシギシは、タデカの多面層。別名、死の根、牛草とも呼ばれる。小薬名及び、中国植物名は、ギシギシ。和名の由来は、諸説あるが、正確な語源は明確ではない。京都の方言に由来するという説や、子供たちの遊びで茎をすり合わせてギシギシという音を、出していたことからこの名があるという説が言われているほか、実が詰まってついていて。 ほうふるとぎしぎしと音を立てるからとも言われる。古い名称はこれで、根を焼くようにしたため、これの根の別名が生まれている。日本の地方によって、様々に呼び名が変わり、馬ますかんぽ、うますいべ、おかじゅんさい、おすしのほか、いちし、しぶくさ、うシしいし、うますかな、馬まずいこ、のすかんこ、しのねとも呼ばれている。花言葉は、忍耐、隠れ話、抜け目のなさ、 ほがらかである。漢名で、妖帝と書くのは、歯の形が、羊のひずめに似ているからだとされている。日本の全土、朝鮮半島、中国、千島列島、カラフ太の市街地周辺から山地に分布する。やや湿った道端や、野原、山の、土手、公園などの、やや湿った水辺、湿地、田のあぜなどに群生する。 低地から海抜1000メートルくらいの高所にかけて群生することが多い。草丈は40から130センチメートル前後になる。根は黄色くて太い。茎は直立し、茎の根材から束になって葉が生える。根元に生える葉は長さ10から25センチメートルの長大型で長い柄があり、先端が尖って、基部がハート型に丸みを帯びるが、上部の葉は 柄がなく幅も狭くなる。葉の縁は大きく波打つ。根性葉は柿にはほとんど枯れる。春から夏にかけ、茎の先に花水を伸ばし、上部で分子し、多数の塩水花剰を出す。立ち上がった長い花茎には、節から輪生状に、薄緑色で目立たない、小さい花を鈴なりにつける。花は花弁を持たず、六辺の額からなり、それらが二列に並ぶ。 花が終わると、内側の三つの額が発達し翼返上となって、中央部が次第に、コブ状に膨らんで、三つの量のある、ヤセカを包み、たくさんつける。この翼は心形で円に微細な虚子がある。コブ状の膨らみは三個で同じ大きさになる。実はこなすと、緑色から褐色へと変化する。ヤセカは三両型で両端が尖っており、茶褐色をしている。 花を咲かせるのは初夏であるが、秋には発芽して、茎を伸ばさずに、地面にへばりつくように株の中心から放射状に、多くの葉を広げたロゼット状態の姿で、冬の寒さを越す。根は、歓迎剤や、皮膚病の薬になるほか、葉を開く前のわかめは食用になる。根や根茎には、エモジンや、チリソファノールなどのアントラキノン誘導体、アントロン、タンニンが含まれている。 アントラキノン誘導体には緩やかに便通を良くする、肝、下作用があり、肝下薬として、古くから知られている。また、担任ンンには、組織細胞を引き締める修練作用があり、種物などの炎症を沈める、小炎薬に用いられている。地上部が枯れ始める10月頃には根を掘り上げて、水洗いして、土砂を取り除き、厚さ5センチメートルに刻んで、 天日干しにしたものが気薬になり、幼艇根、もしくはギシギシと称されている。便秘の歓迎薬として、幼艇根ついた治療3の 10g を約400から 600cc の水で半量になるまで煎じ、3回に分けて服用することが知られている。民間薬としては、生の根をすりつぶして、陰菌、ダムシなどの皮膚病や、おでき 腫れ物などの患部に直接につける用法が知られている。胃腸が冷えやすい人や、妊婦への服用は禁忌とされている。早春の時期、鞘に包まれたワカメは、日本の東北地方で山菜として食用されているほか、歯が開く前のワカメには透明なぬめりがあり、独特の食感からも、方言で、岡純菜と称されている。ワカメは、袋状の鞘を取り除いて、 軽く茹でて、水にさらし、おひたしやあも物を、汁の実などに調理される。多少の癖があるため、塩漬けやぬか味噌漬けにしても食べる。禁煙種の水場の若葉は、酸味があるが、ギシギシと同様に食用される。ギシギシは一見、同じタデカの植物である水場とよく似ているが、根が黄色いのが特徴で、水場の葉は、器部がジ尻のようになっているが、 ギシギシの葉は、規部が丸みを帯びているので区別ができる。また、水場の葉は赤みを帯びていて上部は茎を抱くが、ギシギシの葉は、鮮やかな緑色をしていて茎を抱かない。ギシギシの金縁種に、ユーラシア原産の気化植物で、葉が細長くて、波を打つ長葉ギシギシ、ヨーロッパ原産で、北海道に帰化し、葉が大きくて、中脈が赤みを帯びるエゾのギシギシ。 明治時代に、ヨーロッパから帰化した、荒れ地ギシギ種などがある。歯の縁が波打っているものは、日本へ輸入してきた、外来種であり、ヨーロッパ原産の帰化雑草である。ABCDEFGHIJKLMNOPQ 田中工事 1995ABCDE カメダ隆吉 2012ABCDEFGH 海津吉高 1995ABC 日本の野草 雑草 ABC。D 長木久しよう 2018.P135.ABCDEF 奥田茂敏。監修講談社編 1996.P15.ABCDEFGHIJ 長木、久しよう 2018.P134.ABCDEF 山田隆彦。山津京子 2013.P97.ABCDEF 近田文広監修。 亀田隆吉、有沢キ雄ア2010、P192、ABCDFG 高橋秀デ監修、田中つとむ、松原慶長2003、P14、AB 田中治さ2007、P164、原色野草観察検索図鑑に ABC 鈴木、道ち高橋と、安野辺直文2018、P119、田中治さ2007、 P165 近田文博監修亀田隆吉有沢茂雄著2010 P193 ありがとうございます